長久手湖線上駅は愛知県長久手潮道にある愛知高速交通東部給料線の駅である。駅番号は L04、イオンモール長久手と直結している。福駅名はイオンモール長久手前。島式一面2000ホームを持つ高架駅。バリアフリーの対応として出入り口に2機、改札内に1機、合計3機のエレベーターを配置。 安全対策として1番2番線ホームに可動式ホームドアを設置。通常は無人駅。多機能トイレがある。無料の自転車等駐車場が設置されている。愛知高速交通愛知高速交通の発表によると2019年度の1日平均乗車人員は3404人。1日平均乗降人員は6809人である。 愛知高速交通以下、乗車人員と降車人員の合計。JTB 時刻表における、長久手市の中心駅である。愛知万博閉幕後の利用客低迷の打開を図るため、2006年4月から当駅近隣の愛知、学院大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学への無料通学バスが運行されて、いたが、2007年1月末で廃止された。 2010年4月より、愛知学院大学、名古屋外国語大学、名古屋学芸大学、名古屋学芸大学短期大学部への無料通学バスが、名鉄バスにより運行されるようになる。なお、理にも藤川駅から当駅までの定期券を購入し、かつ、当駅からこのバスに乗車した場合では、藤川駅から有料の路線バスで通学するケースに比べ、 月1800円程度割安となる。これらの方策もあり、2011年度は、隣の入りが池公園駅の利用者数を抜いて、路線全体で4番目に多い駅となった。さらに2016年度には、イオンモール長久手が開業したこともあり、愛、地球博記念公園駅を抜いて、路線全体で3番目に多い駅となった。この駅は、小牧、長久手の戦いの舞台の一つとなった。 長くて湖泉城跡の近くに位置する。また、日清市との境界にも近い。長くて湖泉城長くて中央2号公園で毎年、冬に行われるイルミネーション。名鉄バスただし、イオンモール、長くてオープンに伴い周辺道路が混雑し、運行上に影響があることから、2016年12月21日より10時から18時の一部の便において、東底流場。 休止状態とし、通貨扱いとして運行していたが、2017年1月16日より、バス停留所たちよりを再開することになった。豊か鉄バス N バスクルリンバス、入り池公園駅長くて古泉場駅、芸大通駅大ねあたり駅を境に、グリーンロード沿いの周囲の環境が大きく変わる。駅より、西は名古屋市名東区の延長としての住宅地であり、 集合住宅も多く立ち並ぶが、東駅より東は住宅が減り、家族向けの集合住宅はわずかしか見られなくなる。また、東駅より西のグリーンロード沿いは店舗が多く立ち並ぶが、東駅より東のグリーンロード沿いは店舗が激減する。ありがとうございます。